イスキック。よし。よいしょ。右行った。これ結構左狙わないと落ちてきちゃう。うん。あ、戻ってきたってこと？山裾ぐらいで、あのカート道あたりを狙ってきます。あー、右だ。あ、でも右のフェアウェイ。ラフまで行った？ラフ？アマチュアの人だとなんかゴルフではない、ゴルフじゃなくてもいいんですけど、こうやってなんかメンタル鍛えるみたいな。なんかないですか？あ、まあなんか勝負して負けた人がご飯全部おごるみたいな感じで。なるほど、こうやってね。なるほど、なるほど。というなんかもしとりあえず、はい、勝負して、うん、なんかあの試合感覚の、うん、プレッシャーを与えられるような勝負ね。どうする？じゃあ一個ここフェアウェイ乗らなかったら。そういうことで。そう罰ゲームで。罰ゲームなんだっけ。マジックペン、マジックペンビリビリやる。やだ。入りたくない。そういうことね。そうやってメンタルを強くするのね。うん、カート道だよ。おや。カート道未来。しかもフェアウェイは狭いです。狭いんですよ、あっちのね。カート道未来ビリビリペンの可能性はメンタル強化 70%。 メンタル弱い。めっちゃ見たもん、めっちゃ見たもん。いい感じのプレッシャーの感覚。メンタル弱い。さよならしたかもしれない。メンタルの鍛え方。勝負する、勝負だね、うん、自分に勝負だね、うん。メンタル強くなりたい。メンタル弱いんだよ本当に。なのでファイティン、ファイティンします。はい、ファイティンします。よしよし。どこって？お、これほのちゃんのボールかな。どっちがいい？カレー残ってる。はい、竹内さんのねボールを採用しました。180ヤードぐらいで、はい、ナンバー確実にフェアウェイ。はい、オッケー、ナイスショー。この辺です。うん、大丈夫。スプーンで。はい、スプーンで。ナイスショー。ナイスショー。悪くない。うん、うまく打ちました。よしよしよし、悪くない悪くない。ラフです。何番ですか？スプーンです。スプーンです。出ました。低すぎて目の前に。今見えた。手を下げた。なんか出てきたぞ。バンカーで。出てました。うん、やっちまった。え、今下がってたですか？左足下がりだったから、うん、これ結構高めに打たないといけないかなって打ったらめっちゃ低いと思ってたね。スプーンはちょっときついね。うん。っていう悪い例です。
ちょうど隣もパーってしたから。いや今焦ったす完全に。あるんですね。ああいうことも、ね、左足下がりだったらレフトが立ってる分ああやっぱ余計に球が浮いてちゃうから、うん、なるほど。だからちょっと球が浮いてたからいけるかなと思ったんですけどいけんかったですね。なるほど。ちょっとかけてみたんですけど負けそうだね。攻めていかなきゃいけないですもんね。攻めていかなきゃいけないです。何番ピッチング風が左側。なんで見えなかったかな。確かにめっちゃ風。左側にすごい流されてる。オーバーかな。めっちゃでかい声出しちゃった私が。うまい。残ってました。セーフでした。良かったです。はい、良かったです。攻めた甲斐がありました、ね。本当ですね。はい、これはどう？まあ言ってもちょっとタフな場所ですけど、ちょっとつま先上がりで、そうですね。まあ引っかかりやすい場所なんで、うん、はい。まあ、一応ピンまで90ヤードで、はい。58でまあ普通にショットかなと思うんですけど、あの上？上はまあ多分普通に超えると思うんですよ。NHK だから。結構つま先上がってるんで、うん、どれだけフックがかかってくるのかっていう、なるほど、かかるのかかからないのか、あとはちょっとラフっていうのもあるんで、はい、あんまりこう優しく打とうとすると余計なスピンかかって飛ばないっていうことがあるんで、うーん、そこだけ注意していこうかなと思うんですけど、はい、いいか、しっかり目で、左、あれですね、左は出て風で少し戻してくれましたけど、うん、ラフな分ちょっと転がったっすね。ナイスショットです。ありがとうございます。攻めて流行ったナイスショットです。集中してます。だいぶだいぶちょっともっとマネジメントしっかりしなきゃなって今ちょっと今のセカンドショットで痛感しちゃったんでちょっと今ちょっと慎重に、うん、結構難しいコースなんで、そうですね、はい、今のところトリッキーが多いから、はい、慎重に行こうかなと思ってます。解説なのでありがとうございます。ありがとうございます風でフォローでみんなちょっと大きめでしたね。あフロティーちゃん、あいい、素晴らしいね。あいい、フラティーチ、プロティーちゃん結構落ちてきたんだね。ナイスです、はい、行きます。さあプロは最後まで見せてくれませんでしたラインを。OK しなきゃよかった
ナイスバーディー。綺麗に真ん中から入った。真ん中。イエイ。ナイス。ナイス。聞いた感じ、右はもう絶対アウトなんで。皆さん、これ奥の方なんですか、ピンって。センターですか。あ、これ距離も番手も言った方がいいですか。言ってもらえると。184で7番やん。バンカリです。ここ結構カツカツですけどね。音がすごい。音すごい。ナイスです。どうでしたか今。捕まってました。ちょっと捕まりで行ったんですけど、うん、なんか風が右から来てたんですかね、やっぱり。ああ。確かに。ちょっとなんか止まってんのかな。ここからじゃ見えないですね。うん、でも6番だとキャリーが180なんで。うん、当たったら絶対オーバーなんですよね。なるほど。ああ、だからちょっと一晩で避けたんですけど、うんうんうん、その代わり吹かさないように、うんうんうん、ちょっと気持ちいいロフトあんま開かないようにして、うんうんうん、あんまりこう開かないようにちょっとかぶし気味で、かぶし気味で、その分ちょっと右狙ったんですけど、なるほど、ちょっと押された感じかなって感じで、結構難しくないですかここ景色が結構景色がね難しい、うん、どうぞ。5番ユーティリティです。わー、まっすぐピン方向、めっちゃピン方向。あ、でかいかな、トップ。あ、でかいわ。あ、でもね、乗って、あ、ちょっとこぼれちゃったかも。あそこ奥から下りで難しいんじゃなかったっけ。こぼれてますか。イカちゃんレッスンやったとこじゃない。ああ、そうかも。ラフまで行ってないかな。わかんない。今アップで見たらちょっとこぼれてる。あ、全然ダメ。左へさよならかも。150ぐらい。うん、フォローだな。右から。U5。お、さよなら。どこに行った？右、跳ねて右に行っちゃった。あ、右だった。全然違うとこアップしたかもしれない。よく回るんですか？一回回ったね。奈良市ので。なんか私が昨日一緒に試合で回った女の子がザプロのこと知ってて、うん、それで聞いたら知ってるっていうか、一回だけ回ったことあって栄の子ですね。あ、そうほなちゃん試合だったの？昨日試合だったんです。どういう試合？なんかトップコネクトなんかよくわかんない、でもなんかいろんな女子プロみたいな人が来てやる試合で。ああ、賞金出るの？賞金出ますね。ああ、優勝どんくらい？優勝が10万で、昨日1位タイだったんですよ。けどカウントバックで、うん、あ、カウントバック、そう、2アンダーで1位タイだったんですけど、うんうん、はいはい、カウントバックでなんか3位になっちゃって。マジか。そんなことある？プレーオフじゃないんですか？プレーオフじゃないんですね。でも時間もしてたから。なるほど。またピンチ。これどれ？これ、ほのちゃん。おお。ほのちゃんぴったり。ピンファンじゃん。そんなでかい。これですかね。7番やんすよ僕。風が強かったのかな。うわ、ちょっと逆めたい。失礼します。
してます。じゃあ左エッジ、ちょっと押し出したかな。いやー、やっぱ左エッジ。あれプロ大丈夫かな、もうスワップになっちゃった。やべえっす、やべえっす。もうでも足も出ないまだ。一人バーディー、バーディー、一人バーディー。今回もその視聴者プレゼントがございます。イエイイエイ。今回稲森プロはスコアいくつで回ったでしょうか。当たった方には、サイン入りのグッズを5名様にプレゼントいたします。応募方法は概要欄に、記載されておりますので、ぜひご覧ください。応募お待ちしております。イエイイエイ。ご視聴いただきありがとうございます。稲森プロのプレーがすごいと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。バイ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 。なんで言わないの。10回だからいいかなと思って。